どうも皆さんお待たせしました、えー、じゃあこれから始めたいと思いますで、えー、今日はあの、えー、宮城県の名取市で 東北国際クリニックを開業されている久山典彦さんに来ていただきました久山さんは2011年の9月27日にも一度来ていただいて、えーえー、お話をしていただいております、えー、あの久山さんの開業されているクリニックは名取市のり上げというところに近いところで開業されていてり上げというところはも,うものすごい、えー、住民の7人8人1人ぐらいが亡くなった たり、あの、行方不明になっているという、一番被害の多かったところです。そこで子どもたちの、心のケアということを中心に、いろんな活動をされていらっしゃいます。また震災から2年になるということで、で、現在どんな活動をされているのかということを、お話をしていただくんですけれども、その前に、あの、10分間ですね、 あの NHK のおはよう日本がその桑山さんの活動についてあの特集した番組を作っておりますので、それをまず見ていただいてからお話を聞きたいと思いますので、ではよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。で、桑、えー、山さんはあ,あの実はあの融合の紛争とかですね、東モールや。 パレスチナのガザ地区とか、あるいはそのイランやパキスタンの地震の際の緊急医療,医療支援のメンバーとして、非常に戦地や被災現場でのその被災者により寄り添うという活動をずっとされてきて、NPO 法人の地球のステージという、そういう法人、NPO を作って、全国で、を回って活動されております。それではこれから、桑山さんに、あの、心の、子供たちの心のケアのその、 現状あとまだ今度の今後の課題等についてですね、まあ1時間弱ぐらいでちょっとお話をしていただきたいと思います、ね、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。え、どうも皆さんこんにちは桑山でございます。あの本当にあのこれ NHK の藤松さんという実は今年入社の、えー、本当にピカピカの新人の方が作ってくれました。やはりあの非常に前向きでしかもどんなことでも知りたいというその記者魂がですね、あの僕らもうなうると言いますか。 えー、この人にきっちり話そうとは途中で思ってあの非常に私たちとしてはいい形の番組になったかなというふうに見てて思いますあの本当にあの初任地が仙台でしかも津波が目の前っていう藤松さん彼なりに戦っていい形で作ってくれたかなと思いましたので、えー、本当にありがとうございましたさて、えー、今日のところはですねまずあの被災地の課題今現在の課題、まあ、2つ大きくまとめますと えー、どうやって津波に向き合うのかというところがもう如実に出てきております心のケアの課題でもあるんですけれども正直申しますとほとんど向き合えていない状態、えー、もうとにかく逃げの一手でいつの日か忘れることを願いながら日々落ち込んで暮らしているとそれが、まあ、ざっと見た目ですけど被災者の8割を占めているんじゃないかなと思うところです復興が遅い遅いと確かに現地にいてても思いますけれどもその理由の一つは 心が動いてないからなんじゃないかなと思うんです。政治家に悪口言うのは簡単ですけれども、そんなことではなくて、私たち被災者の心が前向きになっていないんじゃないかな。慣れてないんじゃないかな。それはやはり津波に向き合えていないもんだから未来が描けないんじゃないかな。そんなふうに思う。これが大きな課題の一つ。二つ目の課題は、何を残し、何を潰していくのか。はっきり決めていかないといつの間にか全てを失ってしまいます。あの原爆ドームも、 被爆後12年間放置されていましたそれが起爆で囲われて子供たちのジャングルジムになっていましたがある一人の少女の白血病で亡くなった少女の日記によって今はもうあの忌まわしい原爆の記憶をとどめるものは産業奨励館しかないのだこの一言が保存運動に火がついて今は世界遺産ですそういった意味では私たちは遺産として何を残し何を諦めていくのかあのやっぱり 選択の時期に来ているのに、それに全く着手できていないといったところが、私たちの現状の課題ではないかなと思います。これは、中学校2年生だった生徒が、お姉ちゃんの卒業式のときに撮ったものです。 ゆり上中学校前に津波が襲ってきたその瞬間を中学校2年生が撮っています 後方にいた数人の方はみんな流されていくのがよく拡大すると見えます、こういった経験をした私たちが、これから逃げようとするのは当たり前の話で、辛くて忘れたい、当然ですよね、じゃあ、いつまでそれを蓋をしていっていいのか、いつか蓋を開けて、そのあの日のことをきっちり語って形にしていかなきゃいけないのに、それができないままに、いつか忘れるさ、忘れば楽になるさ、そう思いながら被災者が暮らしている。 それが今の被災地の現状だと思います。私たちはそれに対して脳を突きつけてきました。学校の先生は言いました。ネタく起こすな。忘れかけてんだからそっとしとけ。ずっと対立してきました。でも私たちは旧ユーゴスラビアに端を発し、長い期間をかけて世界でいろんな経験をしてきました。その中で見つけた真実は、決して放っておけば忘れるものではない。命の危険性、危険を感じた人間が受けた心の傷、トラウマは、 黙っておけば消えていくものではなく、黙っておけばやがてそれが生んで、PTSD という魔物となって人の心を蝕み、ひいてはその人を廃人にする、そんな現場をたくさん見てきました。したがって私たちは、確信を持って、隠さないでください。向き合いましょう。形にしましょう。吐き出さないと、いつかこの子たちは病気になりますよ。ずっと言ってきました。午後の4時ぐらいになると、調子が悪くなる子どもたち。 3月が近づいてくると、なんだかぐしょぐしょと泣き始める子供たち。それが被災地の現状です。このままでいいんでしょうか被災地が忘れさられていくと同時に、被災地の子供たちや大人たちが PTSD をいっぱい背負ってしまい、いつの間にか生産性が下がって、なんだか被災地元気ないね。被災地どうしたのそんなこと毎年毎年言われるんだったら、私たちは最悪の事態を迎えることになります。心のケアのために私たちができること。それは、 自分たちが受けてしまった心の傷を形にして外へ吐き出すことです。スカイルームというのは子供たちをケアするために名付けた名前です。ゆり上げの美しい青い空をイメージして命名しました。その心のケアというのは段階があります。いきなりみんな演劇作ろうよとか映画であるぞとか言ったって無理です。表現力がまだ十分ではありませんので。だから私たちは2次元、3次元、4次元と 次元の軸を一つずつ増やしながら表現力をアップさせてきました。子供たちにはまず絵を描いてもらったり、作文といった平面図形で、平面の中で済むことを何回か繰り返し、あ、そうか、津波のことはこんな風に絵に描いていいんだな。こんなことを作文に描いてもいいんだな。そんなことを子供たちに伝えてきました。それが大体いいクリアできると、次は三次元表現に移りました。その一つが粘土在庫、針金の人生、70センチの 針金を1人の自分の人生に見立て生まれた時から現在まで折れたり曲がったりいろんな、えー、アップダウンがありますそれを表現するという方法を使ったりするのが針金の人生ワークショップジオラマ制作は、えー、今から出てきますが本当に4ヶ月かけて過去の自分たちの街あの日の自分未来の私たちが住みたい街それを作ってきました最終的に4次元表現に至った最近は音楽ワークショップ 映画制作、ラジオドラマ制作、演劇制作、様々なのに取り組んできました。現在は最終段階のラジオドラマの制作と演劇のワークショップに入っております。4次元というのは3次元に時間軸を持ったものという表現になりますので、演劇のような始まりがあり終わりがあるという、そんなワークショップをみんなと分かち合うことを指しています。これが、えー、ジオラマ制作です。まず第一段階は、 自分たちが暮らしてきた豊かだったゆり上げの街を作り直すジオラマです。学校の先生は言いました。もうなくしてしまったものを作らして、なんてひどいこと本当でしょうか。子供たちは危機として、ここにあれあったよね。このお地蔵さん願い叶ったよね。ゆり上げ盛況の屋根の色赤だったよね。いろんなことを確認しちゃいます。これがなぜよかったのか。それは自分が生きてきた土台を確認できたからだと思います。子供たちは思ってます。寝なし草だと。 いろんな人に言われます。もう何もないんだね。何もかも失ったね。がっかりです。そのままで人生終わるわけありません。僕たちは子供たちに伝えてきました。君たちにはこんなに大切な思い出と記憶があるじゃないか。見事な街になったね。みんなに伝えました。子供が作った、はるみちゃんが作った浜一番の味噌ラーメンです。浜一番はビルではなくて、ラーメン丼と麺で表現されていました。とても美味しそうです。同じくはるみちゃんのお父さんが大事にしていた 青いトラック、津波で流されて今はもうありません。でも、はるみちゃんはこれを作りながら言いました。お父さんね、この青いトラックで毎日毎日稼いで私たちを食べさせてくれてくれたんだよ。その一言が自分が生きてきた証や自分にはちゃんと根っこがあるということを表現したことになりました。子供たちの間で有名な揺りあげ聖教の横のお地蔵様です。向かって右側に緑色の揺り上げ聖教が作られていますが、 屋根の高さからするとこれ2倍ですよねまさに大仏レベルですでも実際は1メートルのお地蔵様なんです子どもたちにとっては大切なもの大事なものが大きな形を得ます実寸比では作られていませんだからこそ人の願いのこもった見事な過去の閖上げの町のジオラマができたと思います第2段階はあの津波の日みんなが見てしまった光景を勇気を出して作るジオラマの日でした これは個人制作で17センチ四角のスチレンボードの上に紙粘土で表現しました当時小学校2年生だったミクち,ちゃんが作った流されていく人奥の方には津波に埋み込まれている人手前の方には仰向けになって流されていく人が表現されていましたたった小学校2年生ですがあの日見たことをきちんと表現してくれました小学校4年生だったミクち,ちゃんが作ってくれた未来と書くんですけどミクちゃんが作ってくれた 向かって左側に二人人がいますね。自分とお母さんです。すぐ後ろに茶色の津波が迫ってきています。津波は水色ではありません。どす黒い茶色をしていました。ちゃんとみんな見ていました。本当に危機一髪だったんです、二人とも。向かって右側の二階建ての家の二階に飛び上がって二人は助かりました。その出来事をみくちゃんは勇気を出して作ってくれました。同じく小学校4年生だったリサが作った手前の炎が見えるでしょうか。 瓦礫がぶつかると炎が出ます。そんな光景を子供たちはきっちりと表現してくれました。これがなぜよかったか。それは僕たちは被災者としてあの津波の日のことを否定してきました。あの日がなかったらいいな。あの日が来なかったらどんなに良かっただろう。そんなふうに思ってきたんです。でもそれは違いますよね。あの一日も人生の大事な一日だったんです。必死に生き抜いた。みんなで助け合った大事な一日だった。そのことをこのジオラマでみんなで分かち合いました。 そうすることで、被災者の多くがそうであったように、現在と未来が、あの日によって切れていた断裂した面が、同じ面に戻ったんですよね。そうすることで、人生の一本の道が、また道として復活した瞬間だったと思います。そこまで来ると、もう未来を作るのは、いとも簡単です。過去を認め、あの日をしっかり作った子どもたちは、未来についてしっかりとした意思が持てました。ですから、これが未来の揺り上げの街です。 真ん中にある巨大なタワーは、今は5年生になったしっかり者のリサが作った500メートルを超える揺り上げタワーです。1階と2階は水が来ても抜けて構造になってますし、屋上にはしっかりとヘリポートが付けられていました。こうして過去を認め、あの日もしっかり肯定した子供たちは、見事に危機として未来の街づくりを作っていきました。これが心のケアの僕は根幹だと思う。過去を否定しない、あの日も丸のみして自分のものとしたら、未来を描くことは、 十分エネルギーとしてできるんだと思いましただから発想力も豊かでこの真ん中にあるものは巨大津波が来た時にガブッとそれを飲み込んでくれる犬のロボットですこうやって子どもたちは大きな発想力とともに未来のまちづくりを完成させていってくれましたここで僕の友達が歌ってくれた聖フランシスコ星にのっけてこの子たちのこの取り組みを動画で見ていただきたいと思いますちょっと音が割れるかもしれませんが録音のせいなんでお許しください nos oh, 出来上がった作品を名取のイオンモールに展示してもらいました1か月間展示する中で大人のみんなが言うんです僕にも家を置かせてくれ私たちは制作ブースを設けて大人の皆さんに紙粘土で自分のお家を作って色を塗って置いてもらいました最初は子どもたちだけの作品でしたが大人たちの自発的な私の家も置きたい私の生きてきた証をそこに残したいそんな思いで見事なジオラマに変わっていったと思います えー、そんな動きがあるんですねさて第4、えー、次元世界それは時間軸を持っていますこれは去年の4月から5月に取り組んでいた音楽ワークショップです津波で壊滅した宮城県農業高等学校それは仙台空港のすぐ横でもう海の目の前ですだからあまりに海に近すぎて片付けられることができませんでしたその作業場を舞台にしましたもちろん許可も取ってですが先生方はびっくりされたと思います 子どもたちが津波で被災した校舎の中に入っていくそこでがれきを集めて一つ一つを楽器に変えていったんです失ったものは大きいかもしれませんがいつまでも失った失ったって嘆いててもこれは始まりませんだから僕たちは開き直ってがれきから楽器を作っていきました日頃暴れん坊の向かって右端風紀も叩くのは大好きですからねこの年代の子どもたちは何でもかんでも叩きたがりますいい感じの打楽器が作られていきます とてもナイスなドラマーとなった清年です。彼が言うんです。ねえねえ、瓦礫が楽器になったんだからこれ、瓦礫だよね。見事な命名で今もずっと使っています。瓦礫ですよね。そしてついに5つあるチームすべてが自分たちでオリジナルの歌詞を作り、瓦礫と演奏で、えー、発表会を終えていきました。ここでとてもいい感じの録音になった金曜日チーム、箱塚屋敷チームの仮説の子供たち。ぜひ いろんなものを失いましたが歌詞もみんな含めてみんなで作って演奏しました。うん 子どもたちが言いました、もうがれきとか怖くないから、そうですよね、だって楽器に変えちゃったし、そして4次元世界の最後のテーマは演技です。他人を演ずるというのは、よほど心の中に余裕がないと難しいもんです、自分のことで普通は精一杯です、でも他人になり、人のセリフを自分のものにして演劇や映画を作っていく、ここまで来ると心の整理ももう最終段階。本当に落ち着いた人が それができるので子供たちも一生懸命映画に取り組みながら心を落ち着けてってくれましたねちょっと待ってくださいねそれで見ていただきたいのがちょっとうまく動くかどうかはちょっと心配なんですけどえっとこれ下マスターチーム月曜日の子供たちなんですあとで皆さんにご覧いただきたいのは火曜日チームの桜 えー、仮設住居、桜の子のもたちなんですけど、この子たちは、僕のクリニックがある地域、下増田、あの仙台空港の地域なんです、5人のうち3人は完全に家を失っていて、あとの2人もあの1階は全部水に埋まりましたで、その映画の中の2シーン見ていただきたいんですけど、まず最初は、仙台空港のすぐ横で、頑固に家を残している鈴木英二さんっていう頑固おやじさんがいるんです、そのおじさんとの出会いのシーンからご覧いただきたいと思います。 これが英二さんの家です。一生残すぞって。頑固親父です。すごいね。二階まで津波が来たみたいだよ。一、はい、階は何もない感じ。入ってもいいのかな。あれ。誰かいるよ。 みんな、どこから来たんだい。シグマスターです。何で来たんだい。光る石を探しているんです。光る石。はい。もう二つに消えたんです。へえー。面白いな。光る石ってここにもあるのかい。い,いえ、みんなでここに来るって決めたんです。なんで、ここを残しているんですか。 それはね亡くなられた方がたくさんいるんです悲しいことがいっぱいありましたそういうことでみんな周り見てごらんうち一軒もないでしょそういうものを思い出に残したくないってみんななくしてしまったおじさんは逆に そういうものを残して皆さん小さくてこう思い出としてね嫌な思い出だけど伝えておきたいものがおじさんにはあったのそれで残したのそんなことでみんな分かるかな分かってもらえたかな私の気持ち これから。どこ行くの?。はい。こん、次は僕の家の方なんです。また、おいでね。了解です。また来てね。また来ます。元気でな。あ 次のシーンはいよいよ5つの石のかけらが集まって1つの石になった時津波で亡くなった天からの声が聞こえてくるという大切なシーンです中で野々かさんという1人の女の子が石を持っていますが彼女は家を失いました家にいたところを津波に襲われておばあちゃんとひいおばあちゃんと3人で一晩を過ごしたとても厳しい経験をしましたののちゃんはずっと言ってましたもう家には戻りたくない早くあの家を壊してもう見たくない近づきたくないでも 映画の始まりは彼女の家の家後からでした彼女はしっかりと自分の石を見つけ演技を自分のものにしていき最後はその石から声を聞いて自然と涙を流すんですね僕たちは図らずも撮影しながら泣いてしまってこの子の感受性この子の感じ方これをやっぱり被災地の一つの姿として見てほしいなと思ったんですよねうまく上映できるといいんですが 私は下増田に住んでいたおばあちゃんです今回津波で亡くなりました天国からあなたたちに石を託しました見事に見つけてくれてありがとうおかげでこうしてお話ができますこちらにはちゃんと町があります それはあなたたちが暮らしている町にとてもよく似ておりますおトイレやお風呂もあって快適です先にいなくなっていたおじいちゃんとも会えてびっくりしましたでもあなたたちの世界はもう見守ることしかできませんだからあなたたちにお願いがあります 私の娘は生き残って仮設に住んでいますその娘に伝えてほしいことが二つあります一つはあの津波の時私は全然苦しまず痛みもなく天国に登ることができたということ家族がそれを気にしているようだからねもう一つは 今をしっかりと生きてほしいということせっかく生き残ったのだから私たちの分まで今の世界を精いっぱい生きてください私はこちらの世界であなたたちが来る日をゆっくりと待っていますみんなありがとう津波で亡くなった人は ちゃんとあなたたちのことを見守っています本当にありがとうすごいメッセージだったね本当に声が聞こえたよ天国ってあるんだねあの頃は懐かしくなったなみんな空から見ているんだね 見ているんだねうちの猫たちも見てると思うじゃあしっかりしなきゃなくなった人の分もねじゃあ一緒に叫ぼうか弁護士届くくらいにねせーのーでみんな よく演じきったなぁと思いますね。すべてが被災地でした。被災地のすべてをロケ地にし、みんな被災した子供たちです。毎週毎週こうやって映画を撮りながら、あの子たちが乗り,乗り越えていくその姿を見せてもらったときに、大人も負けちゃおれんなぁってつくづく思いました。さて、いよいよ3年目です。私たちが3年目に考えていることは、まず、この心理社会的ケアという日本にはほとんど馴染みのない、 だけど世界ではもう常識になっているケアのあり方をしっかりと伝えていくこと。そのためにマニュアルを作りたいと思います。DVD の素材や本当にハウトゥーものの本を作って、この方法が少しでも日本に浸透しますように、そんな活動を最初にやりたいと思います。そして私ともう二人のスタッフがこの二年一緒にやってきましたが、この三人で出前講座を打ちながら、こういうケアが少しでも広がってきますように。二つ目は、 取り残されててしまっている大人たちの心の心ケアです私たちは60人近くの子供たちと一緒に2年過ごしてきました。もう乗り越えて、この子たちにケアの必要はないと言い切れるぐらいまでやってきました。しかし、たった60人なんです。被災している子供たちは何万人といいます。大人たちの数を入れたらもう本当にすごい数です。その人たちのための心のケアの1隻2隻を打っていかないといつまでも被災地は沈んだまま。その一つとして、ゆり上げアミーズという人たちがいます。これはうちの 2階で大広間でいつもやっている編み物集団なんですが、後で出てきますけど、この人たちの展開に期待したい。そして、ゆり中学校遺族会だった人たちは、3年目に入るにあたって、ゆり中学校という名前を外し、遺族会という名前を持って、子供を失った親たちの心のケアに尽くしたいと言っています。そして、この映画、不思議な石は、やがて完結版を制作しようと思っています。5月にクランクインの予定なんですが、この 今回の映画は子供たちのために作ってきました。しかし、風が強かったり、11月ぐらいになるともう午後の4時でも真っ暗です。それじゃ映画になってません。そんなところもあるので、しっかりとした技術を持って不思議な石を完成させて、それを被災地の子供たちや被災した大人の皆さんに見てもらって、自分たちも向き合おうという、そんな刺激をするための映画、それが今回の作品、制作です。 最後は未来の伝承への取り組み忘れ去られていくのではなくてあの広島の平和記念資料館のように広島平和文化センターの皆さんがやっているようなきちんと残し次世代に伝えていくそんな活動を行いたいそのベースとなるのが私たちが置いている閖�ゆり上げの記憶というプレハブになります閖上エミズは閖�ゆり上げにいたお母さんたちの編み物集団ですやはり大人はなかなか外に出せません 恥ずかしかったり、プライドがあったり、さまざまな要素が絡まって、ふっと自分の被災体験は語れません。でも、編み物を編んでると、不思議といろんなことが伝わって出てくる。これはよく使う方法でもあります。ユリアネミズはまず、木曜日の手芸部があります。これは、手芸としての編み物を楽しむためのもの。ですから、心のケアで行き詰まっている人なんかが、毎週1回参加することで、心がほどけていきます。もう一つの役割が 販売部ですこれは、閖上アミーズが販売を行うことによって、自信を獲得したい、自分の作ったものが売れている、世界の、いや、社会の人々に認めてもらってる、そんなエネルギーを得るために行っているものです。橋浦さんが今、積み込んでいるのは、これは発注を受けたものに、段ボールで今、発送しているところですよね。えー、虹色のアクリルたわしを作って爆発的なヒットで 1> 1万5千セットぐらいいが売れています全,全国から依頼を受けるようになってお母さんたちはやったーって思うようになってるわけですよねこれが揺り上げの記憶です津波記念資料館が必要だとすっと訴えてきましたしかしなかなか資金もつかず行政も動きませんでしたもうこれ以上待ってはいられない失われていった後であれがあったらよかったのになーじゃあ済まないと思って僕たちは200数十万円をかけて プレハーブを置きました。その中で、今、力を入れているのが、語り部の皆さんの要請です。しっかりと語れる、クオリティの高いもの、伝わる語り、そういったものをトレーニングを受けていただき、毎週日曜日の2時30分からは、ここで語り部の会を開いています。もちろん、語り部第1号は、ゆりあげ中学校遺族会会長の丹野さん、中学校1年生の息子を失いました。ずいぶんテレビにも出ている人なんですが、 とてもとても素晴らしい語りをしてくれます。二つ目に力を入れているのが、ゆり上げの案内人です。小さ正義さん。この間の NHK のなんとか教授、えー、東北大学を舞台にしてましたが、その時彼は、あの教授を案内した人なんですけど、正義さんも家も何もかも失って今仮設で暮らしています。お誘いしました。案内になりませんか最初戸惑ってらっしゃいました。わしにうまく語れるかなわからん。 混乱して涙が出るかもしれん。いいんですよ、小西さん。素のままで行きましょう。誘って、今は、ゆりあげの案内人第1号として、全国からいらっしゃった方々の案内をしています。手に持っているのは、ありし日のゆりあげの姿。前の姿がなければ、ただのさらちですから、分かってはもらえません。これも、養成講座やトレーニングを積みながら、素晴らしい案内になっていただくために、今、3人増えてきました。こうして、 伝承とといいうことにままず力を入れています揺れ着の記憶は確かに伝承を伝えるためではありますけれどもそのベースにあるものは津波記念資料館を作りたいということなんですやがて行政なんかが一生懸命動いてくれて立派な建物が作れたらいいなと思うその橋がけとしてプレハブを置きましたしかし目的は2つあります1つは被災者のためなんです見に来た人のためだけではありません もちろん、全国からの訪問者の皆さんに分かっていただくため、あの広島平和,平和資料記念資料館のようなものもイメージしていますが、もう一つ、心のケアのためです。大切な資料や人々の語り、動画映像、そういったものが心の中にしまっている、その一歩踏み出せないでいる大人たちの心を前に向かって押していきます。そのために津波記念資料館が必要だ語語れない語れなくなないいくっている 被災者ののためででもあるわけですね人材育成は今言ったとおり、えー、津波の語り部と揺り上げの案内人この二人二職種を増やしてきました語り部はもう6人になりました案内人は3人ですこの人たちを増やすことによって修学旅行を受け入れようと計画しています実際4月の末には初めての修学旅行生白追中学校が来てくれます私がアテンダントをしますが4時間という時間の中で 揺り上げや、津波のことやその後の復興のことを中学生に感じてもらえるような、そんなリソース作りに今、着手しています。そのために、資料を記録し、保存し、ナンバリングをして残していくこと、これが求められていると思うんですよね。でも、なかなかそうはいきません。遺族の感情に配慮しろ、その言葉によって、どんどんいろんなものが失われていきます。もももう見たくないいいんんだだだだよああののこにるるけけででつ そんな言葉で失われていってるものを僕たちは止めておかなければならないなと思っています。ですから、人材育成や資料の保存やといったものは、被災者の心のケアのためでもあり、全国からの訪問の皆さんにより分かっていただくためのものでもあるわけですよね。さて、以上で、えー、これまでの動き、そして3年目の私たちの目標というものをお話しさせていただきました。この後少し質疑応答させていただいたただ上で いよいよ弾けるような箱塚さくらチーム、素晴らしい演技力なんですけど、その子たちの作品を最後に見ていただきたいと思います。どううもありがとうございました どうもありがとうございました。えっ、ー、と、参考までにお伝えすると、今度3月の9日にも、フジテレビでですね、1時半から、また、小山さんの、えー、活動について特集があるということです。えー、ぜひご覧ください。それでは、あの、あとあんまり時間がないんですけども、皆さんの方からご質問を受けたいと思いますので、えー、ぜひ、質問ある方は挙手していただいて、えー、そのマイクのところまで来て、えー、質問していただけますでしょうか。どんなたかございますかどうでしょうか だからちょっと私の方からいろいろ、あの僕も何,何度も閖上げに行ってまして、はい、あの日和山なんか、ね、よくね、あの、必ず震災から1年とか半年とか1年半とか3回、節目の時にあそこに日和山に登ってその時間を迎えたりするんですけども、本当に何もないじゃないですか、閖上って。はい、そこであの、閖�上の記録記憶っていうあの、プレハブがり上中学のところにできて、あ、これはなんか、あの、訪ねてくる人も、あの、なんていうかな、その、 資料を見ることができる場所があるっていうのはとてもいいことだなと思うんですけどもこれ全国的に見たああいう、まあ、資料館とは言えなくてもなんてあのなんか訪ねてきた人がなんかわいろいろしえ学んだりするような場所っていうのは珍ししいいんでしょうかはい、あの実際あの宮城県の方でもほとんどなくてただあの語り部屋案内人の人たち増えてきましたですね陸前高田なんか僕らが子どもたち連れて行った時には きちんと案内人の方が市役所に勤めてらっしゃ、うん、登録されていて、うん 1> で、1回頼むと3000円というお金がかかりますけど、うんうん、もうそれを超えるようなクオリティの高さでびっくりしたんです。だからあれを真似する形で、小さい史さんが1号になっていった経緯でした。うんうん、あなるほど。はい。わかりました。あと、あの、一番冒頭でね、その、まあ、この、心の中に蓋をしてしまうと、 えー、海がぐちゃぐちゃになってねそれも切って出しちゃなきゃいけないんだっていうことをおっしゃっててで今子どもたちはその海を、まだまあ、出し切れたかどうか別にして、まあ、かなり出てきてかなりで,もでもそれは60人にとどまっててで総督山さんもあの自分の私生活を犠牲にしてね、まあ、やれてると思うんですけども、うん、これがなかなか全国での被災地で 広がっていくにはどういうことが必要なんですかね、はい、あの学校の中のプログラムに取り入れてもらいたいなと思うんですね、実際、その小月小学校の徳水先生という方は、うん、私たちのこのケアを見て、学ばれて、今、6年生の卒業政策でジオラマ政策に入りました、ああ未来の小月のまちづくり、うんうん、それは実際無理かもしれません、うん、小月は壊滅状態ですから、うん、でもそれは関係ないんだと、うん、徳水先生が言う。この子たちが 未来の大月を描いて形にすることは大事だ小学校教員がそんんなことを始めててくれてるんですよねだから僕たちは先生たちがこのコンセプトを理解して重要性を分かってくれたら例えば図工の時間や総合学習の時間に針金折ってもいいし作文を書いてもいいし今度の図工はみんなであの日のあの津波の日のことを作ろうよいいと思うんですよね。なぜそれが 前に進まないのかそれはやっぱり先生たちがまだまだ心のケアに対して偏見を持っていたりあるいは一歩踏み出せてないからじゃないかなと思えてなりません、うん、やっぱりそのネタを起こすなっていうのはやっぱ教師の人たちは共通してやっぱそういうなんか意見というか感情が持ってらっしゃるんですかね残念ながらですけどね、うん、先生たちの悪口は言いたくありませんが、うん、やはり父兄からのクレームに対する恐怖心とか、うん、いろいろなことを語られました、うん でも私たちはこのスカイルームの児童と2年接してきて一回も親からクレームを受けたことはありませんやっぱりそれが僕たちにとっての自信でもあるのでそれを見てるはずなんですけれどもあの映画の発表会も結局校長先生も教頭も来ませんでしたゆり、うん、あげ、うんはい、小学校からは、えー、養護教員の方が一人だけいらっしゃって、うん、残念だなと思いましたですね、うん、あんなに向き合ったのになって思いました、うんうんうん、で今回出てこられたのは小学生が中心なんですけどもあの中学生とか 高校生向けは何かやってらっしゃることあるんですかはい実は中学生向けにも始めたんですけれども、みんな部活動に忙しくて、<ー>とてもとてもケアの対象にはなりませんでした、うん、ところが、ですね部活動っていうのは大したもんで、閖、うん、上げアミーズの編み物みたいなもんで、うん、みんなで走りながら、お前どうしてるとか、うん、俺んちさ、ちょっとこの,あの仮説変えることになったんだとか、うん、そういう会話してるんですよね。うんうん あ部活動っていうのは語り部の場なんだなと思って、うん、僕はそれに委ねていいと思ったんです、うん、部活という場でいいじゃないかと、だからあえて中学生のみんなには、うん、はい、こっちおいで、ここでケアの場所だよっていう言われるのじゃなくて、うん、部活動で語りを促進すればいいんじゃないかなと、今も思います心配なのは、むしろ大人の方が心配なんじゃないかなっていうそもあるんですけど、ねはい、これは今、どんな現状なんでしょうか、はい、私の周りの仮説でも、もう自殺者が何人か出ていて。うん やはりほとんどがお父さん世代なんですよね。みんな我慢して直後から勤めて、本当は泣きたいのに、本当は叫びたいのに、それをぐっと我慢して、一家のために、この家族のためにと思って働き続けているお父さん、どこにも吐き,場吐,き場し吐き出す場所はないんですよね。今まではそれでも我慢に我慢を重ねてっていう力で持ってきたんだと思います。ででででもここれれ以上上我慢ををしし続けけるるるとと PTSD になな可能性があるわすすよねそそは恐ろしい心の病なんですその病ん伝えた上で お父さんたちだけで語れるような場所、やっぱりけてほしいと、設けていきたいと思うんですよね。その一つの可能性に、閖上中学校遺族会の桜井さんという副会長の存在がいます。桜井さんは、二人の娘さんと奥さんを失って、たった一人になりました。でも頑張って、勇気を振るって、遺族会副会長をやっています。桜井さんが言います。僕みたいな苦しみを得た人受けた人が、他にもたくさんいるに違いない。僕はたまたまこういう遺族会という場所で、自分の心や、 自分の涙を語ることができただけどそうではないお父さんたちのために私たちあげ遺族会は何かしなきゃいけない桜井さんが言ってるんですよねだから新年度になったら桜井さんたちをバックアップしながらお父さんたちがどこかでこう語られる場所を作っていきたいなと思います皆さんの方から何か質問はいかがでしょうか、はい、じゃあどうぞお願いします 共同通信社の相田と申しますが、今、あの先生の方から大人の,その自殺の話出ましたけれども、えー、ちょっとこう客観的な資料としてです、ね、その被災地の大人の自殺率がこれだけ上がっているとか、そういう統計みたいなもの、あるんでしょうか、どうなんでしょうか、今のところ届いてなくて、宮城県心のケアセンターの方にも大したデータはありません、でやっぱりあの阪神・淡路の時と比べて、私は自殺率が少ないなとずっと思ってきました、阪神の時も救援に入ったもんですから。 であこれはいけるかと思ったんです、あんまり自殺の話聞かなかったもんですから、ところがにわかにこの1月ぐらいから、ドドドドドっと来てるんですよね、だからちょっとこれからのデータになると思うんですけれども、これから半年目ぐらいがちょっとピークを迎える可能性があって、つまり我慢切れですよね、東北の人は我慢するっとおっしゃりますけど、確かにその通りで、だから阪神の頃よりもあの自殺現数少なく見えたら、ただ単にこう我慢してらっしゃったからかなと。 それがさすがにどれだけつ慢まり強い東北人でも切れ始めてるかなと、だちょっとこれから注意深く見守っていかねばならないなとは思いますそれを防ぐためには、まあ、こういう活動がまず語り合うとか、そういう活動が必要だということですか、はい、でも、お父さん来てくださいって言っても、ほとんど来ません、無理です、一番大切なのは家族なんですよね、家族という人間の最小単位の集団が、お父さんを囲んで語るのが大事だってことで、 お父さん恥ずかしがありますけど、最初は、だけど、やっぱりお父さん、そろそろ語ろうよっていう、そういう知識を得ることで、僕は予防できると思うんですよね。それが伝わってないと思うんですよ、この日本社会には。わかりました。 その前に、えー、去年、一昨年来られたときにね、その日本ではその語る土壌がないっていう,ようなことをお、ね、っ、はい、しゃってた記憶があるんですけども、やっぱりそれはやっぱ相変わらず、そんな感じですか相変わらずですね。うん、今の若者たち、大学生とかが僕らのところ来て聞く言うんですよ、すみませんあの、津波の日のことを聞いてもいいんでしょうか、うん、いや、いいんでしょうかは被災者の方に聞こうよっていう、つまり若者たちも人の話を聞いていいのかどうなのか迷う時代になってきたんだなと思うんですよね。うん もちろん優しさがゆえにいいんでしょうかって聞いてるんですけどやっぱり彼らは遠い大阪や九州からわざわざ来た子たちですよその子たちは絶対聞きたいと思ってるだったら行こうよと思うんですけどやっぱりまず一歩手間で止まるんですよね、うん、聞いてもいいんでしょうかって私のようなものでいいんでしょうかって優しく聞こえるんですけどちょっと前と比べると違うなというふうに思いましたね、うん、語る土壌がずいぶん薄れてきたかなとはいあとあの えー、その遺産として何を残し何をあけあ諦めるかその選択の時期に来てるってことをおっしゃって確かにその気仙沼でもそのあの大きい船をね、はい、やっぱ解体すべきかやっぱり残したいっていう声もあるんだけどもあれを見て辛くなる遺族の方がいっぱいいるって、まあ、真っ二つに言われててで持ち主が解体してくれっていうことを言い出してるようでなかなか遺産として残らない。 なってきてるのかなっても気もするんですけれども <coughs> これはどうやっていけばいいんですかね本当ですよね、うん、南サンディックの防災庁舎も揺れてますよね、うん、最初は残すと言った市長がいろいろ言われて潰すといい、うん、だけどじっと見ていた遺族が自分の息子のためにお花を手向ける全国のそのサンディックの皆さんを見て残したいというようになった、うん、やはり僕は今の時点では まだ結論を出さなくていいと思うんですもう少し先でいい、残すか潰すかは、ただ、その結論を急いでほしくないなと思うんですね、そのために今は保存しててほしいと思うんです、保存の先に解体が待ってるかもしれません、だけど、きっちりと論議をしてほしいなと思うんです、これをどうしたいんだ、どうするべきなのかっていう、論議もなしに目障りだからって潰すとか、あるいはある人だけの意見を聞いて、もう壊しましたからっていうのはやめてほしいなと思うんですよね。きっちりととと論議をするることに絶対僕は意味があると思うので その果てに解体なのか、保存なのか、それでいいんじゃないかなと思うんです先ほどね、あのあの壊れた家を保存している方が出てきましたよね、はいえー、確かにああいう家って、売り上げの方でも、新聞マスターのほうでもほとんどないですよね、はい、あの方はおっしゃってたように、えー、やっぱあえて残すんだと、これを、はい、記憶にとどめるために残すんだということなんですね、ああいう方もっぱいらっしゃるのかなと思って。 ちょっと意外というか、すごいなというふうに思いましたけども、エ二さんはとっても北川という地域が大好きで、公民館の館長されたような方なんです、今は横で駐車場を運営してますけどね、でもやっぱりエ二さんは、やはり今回の記憶が例えば20年後、30年後に薄れてしまって、また津波警報とか言っても、ほんな50センチだよとかって、高く来る日が来るんじゃないかと思ってるんですよね。 実際高く売ってましたからね、うん、だからそのためには今回の記憶を残すことで人の命を救うんだっていう視点が彼にはもうあるんですよねだから残さなきゃいけない、うん、ただ物見有山とかではなくて人の命のためにこれが必ず役に立つ日が来るんだって信じてあの行動を取ってらっしゃるんですだからそれをやっぱ僕ら組まねばならんと思うんですよねあれれカナダヒノキで作らてていて だからカナダ大使館がずいぶん喜ばれて、カナダの木の強さの証明だとか言って、それでなんか1億円ぐらいの寄付金をくるが来るっていう話があったんですよね、それで、英二さん、なんかアクリルでこう覆うようなですねあの大、一大ビジョンを考えたんですけど、落ちちゃったんですよね、それが、その予算が。だからどん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 壊れていくんですよ、行くたんびにそじていくんです、早くしなきゃいけないなと思ってならないんですからね、残念ですね、本当に、ね。 皆さんのほかにございませんかあじゃあどうぞ。 り新聞の大沢とと申ししまます今日はありがとうございましたあの先ほどあの、特に学校の先生の方の、ね、いろいろそういったあの警戒心というかです、ね、そういうものがあるとおっしゃったんですけれども、まあ、映画をやる上でです、ね、どのようにその学校の先生たちとです、ねあのまあ、交渉というかです、ね、そういうことをされて、ね、おやりになったのかなといのはちょっとお聞きしたいなと思ったその経緯みたいなものをちょっとお聞かせ願える <laughs> そうですね最初、あの被災して3ヶ月目、6月に閖、えー、上げ小学校と中学校に入ってきましたで中でやってました放課後ですね。 で家庭科室を使わせていただいてそこで絵を描いたりとか写真見て物語作ったりとか始めたんですけど後ろの方で先生が見張ってるんです3人ぐらいずっと、うん、そして6月7月の頃は津波の「津」って言葉でドーッと飛んできて「うん、それやめてください」って言うんですよね、うん、えだって津波のことを話題にしなかったら心抜けはなんないじゃないですかって言っても「いや今の時期やめてください」とかってずっと言ってたんですよねで僕らはこう困ったなとか思いながらその当たらず触らず的なことをちょっと6月から7月やってたんですけど、うん 夏休みの時期にですね、あの一旦学校が閉まるので、仮設住居に拠点を移したんです、やり放題ですね、これは、先生たちいないんで、でみんなで津波かくぞとか言って、えー、とかって言ってやってるんで、いっぱい作品作ったんです、そしたらだんだん先生たちが分かってきて、おやっぱりやってもいいじゃんで、今のところクレーム来てないよねってことが分かってきて、少し安心されたんです。 で、9月は学校でやってても、よ者し、みんな今日は津波に関する写真を見て、みんなで何とかだとか言って言っても、先生たちはあまり不安にならなくなりました。じわりじわりとにじり寄っていったんですよね。うん、そして、10月が来た時に早帰りになったんです。つまり学校の放課を使えなくなってしまって、やむなしだったんです、これは。そして僕たちは仮設住居に拠点を移したんです。学校の活動としてなんですけど、仮設住居に移したら、さすがに先生たちそこまで来なくなって、 あとあの人たち何やってんだろうねって感じでずっと映画まで引っ張ってしまいました <laughs> <laughs> つまり先生たちは大体分かってるんですけど本当に被災地で撮影してるかどうか分からなかったかもしれません、うん、はい <laughs> すいません短めに言うとこんな感じですいろいろね葛藤はさまざまなことがあったんでしょうけどありまくりでしたね,ねそれは本当に想像できますあどうぞ すすみままませんあの共同通信のとと言いいどううもありがとうございましたあの先ほど蓋を開けるという話がありましたけども例えばその具体的にそのかなり早い時期からその学校の中でやったりということだと思うんですけども実際に子どもたちの中でそのトラウマ反応であるとかそのフラッシュバックのようなものであるとかあの最初の NHK の,の番組でもそうなんか思い出してたシーンとかありましたけどもそういうその具体的なあ何かそのやることに対して問題が起こるような。 そういうことがあのなかったか例えばその初期のデブリーフィングみたいなものが否定されるようなところが今あってまそれに対する意見はいろいろあると思うんですけどもそういうことは実際にあったりしなかったのかっていうのはちょっと気になって入ってみたいいと思います、はい、初期の頃はあの僕たちがやったことに対する反応ではなくてもすでに悪夢やフラッシュバックを持つ子どもたちが多かったですねでその症状に対して僕たちはこのケアが治療的にあのプラスになりますという説明をして入っていきました実際に例えば あの津波の絵を描いたりするときには、夜にあの泣かれてしまいましたっていう報告をいただきます、そうすると、僕たちは名取にいる人間なので、すぐに報告が来たら、その日の夕方にはその子に会ったり、お母さんたちのところに行ったりしてました、だから私たちは地元にいる人間という強みを生かして、何かあってもいつでも相談してくださいという指定でしてきたので、いくつかはありましたけれども、ほとんど問題にはなりませんでした、そしてやがてそれが消えていったんですよね。 見事に本当にあのなだらかな斜面を抱くように,に消えていきましただからやっぱりお母さんたちは納得されたんだと思いますい,いくつかはポンポンと上がってましたけどやがてそれが収まってったんですよねほとんどが悪夢でしたわ夜悪い夢を見て昨日起きたんですうちの息子がっていう感じですた、ね、だけど僕ら全然恐れませんそれは当然の反応なのでだから悪夢は何回か見ますけれどもやがて必ず見なくなりますから しっかりついてきてくださいっていうことで接してきましたあの最後の方で、えー、もうで子どもについてもそのほとんどケアはもう必要ないというぐらいまでやったというようなお話があったんですけどやはりそういった確信みたいなものがあ終わりになるというのはやはりなんか強い根拠みたいなものがあったりするんですけなんかずっとそういうものが続いて一緒に、まあ、生きていかなければいけないというようなあの、まあ、イメージみたいなものがあ,のあるかと思うんですけれども。本当はあのデータ化化ししてて数値化して 出さななきゃいけないけのかもしれませんが私たちの一つの指標としては津波とか遺体とか死とかそういう実は大人たちがタブーにしてしまっている言葉を子どもたちが自由に話せる姿を見たときにあ超えたなと思いました特に自分の体験だけではなくてセリフを自分のものとして読んでいるのを見たときにもう十分超えたなというふうに思いましたその前段階として自分の体験は語ってますさらに加えて他人の,あの要するに経験ですねそれを 絡め、あの津波とか、死というものに絡めて語れるようになったときに、あ十分超えたなと思ったところです。はい、はい、あ、じゃ、どうぞ、お願いします、えー。読売新聞の天日と申します。今日はどうもありがとうございました。えっ、ー、と、二点質問があります。えっ、ー、と、一つは。 あのまあ、今の質問とも関連するんですけれどもあの今回のような取り組みをあの、まあ、一般の、まあ、素人といいますか、えー、がどんどん進めていいものなのかそれともあのやはり心情内科の先生とご相談しながら進めなければいけないものなのかということが1点とですねそれからもう1つはあの先ほど先生がおっしゃられましたあの若者にどんどんもあの質問 あの被災者に質問していいんだというお話とも関連なんですけど、まあ、震災ボランティアあのもう2年になって、まあ、随分数も減ってますけれどももしそういうあの震災ボランティアというようなものが、まあ、心のケアあるいは企業の伝承として、まあ、今後関わっていく余地があるとすればどのようなことなのかその2点について伺えればと思います、はい。私がノルウェーのオスロ大学で学でんだ心理社会的ケアは 専門家でなくても誰でもできるんだよということがとても売りでした確かにああいう演劇ワークショップなんかは演劇やってる人だったらコツが分かってますし絵を描くってことも別に絵がうまくても下手でもほとんど関係ありません大切なことはその出力されたものをきちんと評価してもう一回一言かけてあげられるかどうかなんですよね「すごいね君の津波の絵はね」この一言それを自分の中で整理して客観的に見れてポンと投げかけられる人だったら誰でもできるというふうに僕は教わりました その人たちのことを僕たちはファシリテーターというふうに呼んでいるので、特にそのサイコロジストとかサイカトリストという存在ではなかったですね。ファシリテーターさん。でファシリテーターっていうのは本当にバックグラウンドは様々で、IT のエンジニアがいたりとか、あるいはお肉屋さんの店主がいたりしたんです。僕の学んでた時代は。だけど彼らはやる気があって、人の心に近づこうという意欲のある人たちでした。そしてもう一つは、あのフィードバックを受けたものをしっかり評価して、もう一回返すという、このインタラクション。 ですね、その力がある人だったら誰でもいいファシリテーターになれるよある程度トレーニングを積めばファシリテーターとしてやっていけれるよというふうに聞いたので僕はこの手法を使ってきましただから専門性はあまり求められていないと思いますただスーパーバイズする人はいたほうがいいだろうなとは思いますでやっぱりあの語り部やあるいは慶長の会の皆さんそういった皆さんが今後もう点ではなくて面で活動していただくことで 心のケアっていうのは広がるだろうなというふうに大きな期待をしています。ただ人の話を聞くだけっていうふうにおっしゃる方もいますけれども、それが一番要であり、それが一番力のあることだと思うんですよね。ただ人の話を聞く。うん、なるほど。ああ、そうでしたが。よくわかりました。それで僕は十分だと思うんですよね。その人を対相手に、やはり被災者の皆さんは一生懸命こう記憶を紡ぎ出して、順番通り並べようとしますから。だから僕は津波が起きた直後、 記者の皆さんが一生懸命、誠心誠意、被災者の方の話を聞いてました。あれケアになってんなと思ったんですよね。記者の皆さんは時系列並べないと、絶対に記者記事にならないから、細かく細かく聞くんですよ。最初の3ヶ月はやめてって感じでしたけども、それが過ぎた後は、僕は尊女そこらの臨床心理士よりも、新聞記者さんの方が絶対に心のケアやってると思いましたね。で、足しげく通われますからね、皆さんね、結構。また来ましたとか言って。 だからそういう意味では慶長の会の皆さん、あるいはそういう寄稿という姿勢の皆さんは今後増えていけばいくほど僕は効果は増大すると思っています。はい、よろしかったでしょうか。あ、あとあのボランティアの関わり方ですね。あ、ボランティアの方があ、すみませんちょっと言ってしまいました。はい、あのまあボランティアまあ今のこととも関連するかもしれないまああの。 もう2年経ってあのボランティアの数が減ってますけれども、うんはい、やっぱりここ被災地に行って、やはりそういう話を聞くということが、まあ、これからのボラ,ンもしボランティアの仕事が今後、継続していくとすれば、はい、やっぱり大事になってくる今からだからだと思います、今だからこそだと思いますあの、うちの語り部の6人いますけど、やっぱり聞いてくれる人がいないと、やっぱり拍子抜けするんですよね、全国から来ていただいて、30人も40人もいると、熱が入りますで、気持ちがこもるんですよね。 それこそまさに心のケアになっているその語り部の人の心のケアになっていると思うんですだから語り部気にきましたっていう人はその存在そのものがケアのケアをしていることになっていると僕は思うんですよねですからボランティアさんであれ観光気分とおっしゃらずその,あのいらっしゃった方も全て僕たちは心のケアのリソースとして考えていますはいありがとうございましたはいじゃあそれではそろそろよろしいでしょうか、えー、じゃあこの後あのええー 先ほどちょっと見ましたね。不思議の石を、い <laughs>、えー、や一時間ぐらいですかね。はい、いやいやまあそんなないです全然。あの二十七分ぐらいなんで、それをあの見て終わりにさせてました。はい。じゃ本日は小山さん本当に大変にありがとうございました。えー、ありがとうございました。お疲れ様でした。